はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、ちょっとピックの違いについて、検証してみたいと思います。使用するギターね、こちらの、2020年製のギブソンレスポールです。今回用意しましたのは、こちらの、ピンタワーかなー。はい、こちらのですね、ジャズ3、そしてこちらがですね、ジムダンロップですね。でもう一種類こちらが、ギターの先生であるこの加納さん先生からいただいたものです。ちょっと時間もないんで、まずね、加納さん先生からいただいたピックで、ちょっと枯れ葉を弾いてみますね。失礼。やっぱりまあちょっと今の僕にはしっくりこないですね。こちらちょっと大きいタイプに変えてみますね。とあっさりと弾けるということは、今のコンディションでは、僕にはちょっと今こう大きいタイプが、合ってるんじゃないかと思います。ここでもう一度ね、加納さん先生からいただいたちっちゃいピックで弾いてみましょう。あ、やっぱりね、ここで、弾けるんですが、どっちがミスが少ないかというと、どっちかな、ちょっと、今の僕には、こちらのジャズ3、ちょっと大きいタイプが合っているようです。こういうのはね、本当にあの人間のちょっとしたあのコンディションとかね、そういったものに変わるんで、あまり何っていうことにこだわらずに、その時パッと弾いて、ミスが少ない方の、ピックを、選択すればいいと思います。今日はね、この、小さいピックと、大きいピックと、ちょっと比較の動画を作ってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。